さあ、1回戦は席座ったのはスルタンとガニコス。さあ、キャラがガニコスは、まあ、グレグルで、スルタンがマツカですね。さあ、君のパートナーってこの子が持つサポートセットを決めるの、楽しいバトルになるといいね。さあ、スープタン VS ガーニコス。さあ、ガーニコス、コメントがちょっと小さいですね。さあ、中野に配信台を無理やり設置したガーニコス対スープタン。そう、中野にですね、あのポケンの配信、あの録画台が17センチ。さあ、開幕ジャンプ A 打ってバフがつく。さあ、フロントシュートが当たって壁端。さあ、シコシコされていくよ。さあ、沼を作って、爆弾投げて、岩投げて、さあ、5X で落とされて、で、コンボが入る。さあ、そのままフェーズチェンジして、スルタンの受け攻めは、フロントシュート、ジャンプ A で避けたところで、ジャンプ A をしたんだけど、爆発して、おっと、エモンガをヘスプラで避けたと思ったら、自分が当たって、さあ、グレクルビーム打って、ビームが付属に当たって、さあ、体力リードしてるのはスルタンだが、この距離はグレクルに距離だぞ。さあ、スルタンの体の表面吐いちゃおう、ここで美味しい竜巻。相手の表面中に竜巻出ればね。お、2回目出た。さあ、ガイコさんまだ表面使ってないぞ。とりあえず BA 打って、ガーズして近づいて、さあ、おっと運がいいぞ、ガイコスグレクル。この岩と竜巻は出る確率が低いんですよね。ただおっとさあ、飛んだの見てからスルタンの 5X が刺さって、1本取ったのがスルタンマスクか。さあ、ランク、さあ、開幕ジャイアンをしたところにエモンが打たれて足が遅くなってしまう。さあ、ブラッキーは使わなかったけど、そのせいでネットが刺さってフェンスチェンジ。さあ、ジャンワイかな、あれ。さあ、爆弾仕掛けて、爆弾に当たって毒吐いて岩投げて爆発して画面端。さあブラッキーで一回どかしたけど、下に爆弾があったけど、ここは投げをしてベースを変えて爆弾も消えていく。さあ、おっと毒好きはブロックに取られて、たまらずグレグル表面。さあ、沼を出して、岩を出して、毒を吐いたところに、モンスターが当たって、さあ、この状況ちょっとね、やっぱグレープル体力リードされるとちょっと厳しくなってますよね。ただ、相手が近づかないんだったら、ジャンインをたくさん投げて、岩か竜巻を出して、毒を吐いて削るっていう。さあ、この毒の削りダメージがすごいですね、この見てください、上の緑の白ゲージが、すごい量になってますね。さあ、スルタンを共鳴して白ゲージを回復していく。そう、ここで岩はでかい。さあ、これでスルタンの共鳴が切れて、さあ、岩投げたけどエモンが当たってコンボが入って、さあ、死にはしないけど、おっと、これはさあ、最後ジャンワイで終わったフェーズを変えて、その後ジャン X を打って壁を蹴って防御を上げてますね。さあ、グレグルのヘスラムなしくタイムアップでラウンド取るのはスルタンマスカですね。さあ、先鋒戦取ったのはスルタン。さあ、続いて出てくるのが S キーのなんかさあ、勝ち抜き戦なんでね、まあ、このままカピダラさんを温存して2回戦に行けるかどうか。さあ、SP はキャラが何なんだ。オフライはまだやってるね。君のパートナーってどのポケモンだっけ。今回さあ、スルタンマスカ対 SP ハッサムですね。さあ、マスピカハッサムの組み合わせはどうなんでしょうね。さあ、お互い辛い。さあ、スキの勝率はぴったり5割だぞ。さあ、5割より上に行けるのか下に行けるのか。
さあ、SP のサポートは EV。さあ、スブタンはいつも通りゲコ頭。さあ、シュート放電で様子を見て、そこにブロックをガーさして様子を見る。さあ、ブロックを巻きながら様子を見て、ブロックが当たって、フェイズを使うのは SP。さあ、ああ、なんだっけ、あれ、カニの手からなんか出して、これにブロック。さあ、コンボミスったけど、投げで、投げで、もうフェイズを取っていく。さあ、置き攻めお互いお見合いから、ハッサンの飛びかく。で、ブロック関数の方を出して。さあ、ジャン X が引っかかる。さあ、一気コンボで、おっと、コンボまた落として、また投げが通る。さあ、ズームシーン投げが通りますね。さあ、めっちゃ減る。めっちゃ減る。S 級体力が残り56。さあ、ゲコガシラ出されて、フロントこれ当たんない。当たんないけど、なんか怪しいな、強力な連携っぽいことして、さあ SP の足が遅い。さあ共鳴して殺しに行って死ぬ。さあ1ラウンド取ったのはスブタンマスピカで、ラウンド2ですね。さあまあ、さあブロックを出して、ゲコ頭を出して投げていく。素直に投げていく。さあ強化状態に入ったぞマスピカは。さあブロック出したけど相手がしゃがんでいるので1回バックショーして様子を見るのがハッサル。でブロック出したりとか、さあ投げが2割取られて、あれなんだっけ、フラプレ、フラプレじゃなくてあれまでワイボまで。さあこれスタムラズ共鳴して、共鳴してスタッフを 2X で取られて、さあ岩佐投げを出したんだけど、フリフレ投げを出したんだけど、2X で潰されて、さあ、マスピカはまだ共鳴も残っているので、なかなか楽な展開なんじゃないでしょうか。さあ、しかし投げを本投げで取られて、さあ、とりあえずイーブ出して共鳴するだろうと読んで、さあ、マスピカ共鳴して、さあ、バレパンは壁の向こうだったか。さあ、フラプレからとりあえず共鳴入って、さあマスが1回下がる。さあジャン X に岩井が刺さって、さあまだワンチャンあるぞ。しかしこのゲコガシラをどうやって忍ぶかみたいな。さあゲコガシラの中投げに行ったけれども、ちょっと遅かったかという感じで、勝ったのはスブタンカピダラさんチーム。忘れ物をしないようにね。さあSP ガイニコスは両方進化。